年のフォーミュラ1、ますます白熱するチャンピオン争い F1 グランプリ。皆さんこんばんは。今日はですね、横浜文化体育館からお伝えしてまいりたいと思います、ご紹介してまいりましょう。解説はいつもの、山本小鉄さんです。よろしくお願いします。そして今日は素敵なお客様来ていただいています、浅草アッキッドのお二方です。どうよろしくお願いします。もうダイナマイトキッドっていつも言われるんですけど、はい、今日は浅草ボリショイキッドで、ジェスプロ応援してみたいと思います、ありがとうございます、いよいよ我々の初登場、もう空から我々が降ってきましたよ。いやいや、今日は大の格闘技ファン、プロレスファンという聞いてますので、いろいろとおしゃべりしていただきたいと思います。解説していいんですかね。もう山本さんが怒らない程度にやっていただきたいと思いますが、お聞きします。あ、そうですか、はい、もうキャンディーちゃんのカウントダウンも始まってますからね。本当に、ここはもう見逃せませんよ。今日はですね、盛りだくさんで、そのキャンディー選手のカウントダウン、関西選手と戦ったりですね、デビル雅美選手が20周年記念の大会です。そうですね、女帝。お二方はどうですか、JWB のどの辺がお好きですか。僕ね、ピュアハートじゃないですか。あ、ピュアハートです。ピュアレスリング。ああ、そうですね、はい、ピュアですよ。ピュアですね。さあ、じゃあ、てますね、今日も天気が本店です。はい、じゃあ、試合の方見ながら、いろいろとおしゃべりしていただきたいと思います、はい、今日はよろしくお願いします。さあ、それではまずキャンディオク選手のインタビューからご覧いただきたいと思います。さあ、どうぞ。5月に催された福岡奥津元屋と行くロサンゼルスツアー、道中では盛りだくさんのイベントが行われたが、中でも注目はこれ。世界最強と噂されるあのホイス・グレイシーの道場を訪問。これが世界を極めた腕十字。お見事。ここでなんと我らがかなちゃんが無謀にも道場破りを決行。我々取材班が目撃したものは、世界の格闘技界を震撼させる衝撃の出来事であった。もっと L1 だよ、L1。このツアーの直前に腰痛の悪化により現役からの引退を発表したキャンディー奥津。ツアー中は勤めて明るい笑顔を見せていた奥津に現在の心境を尋ねてみた。一番はもう体、だいぶ前から考えてたことだし、辞めてからは何も考えてないんですけど、とりあえずまだ3ヶ月あるから、それまで終わるまではそのことだけ考えようかなって。辞めた後とかは終わってから考えてもまだ間に合うじゃないですか。そして今日、キャンディー奥津のファイナルランニングがいよいよスタート。相手は旗揚げ以来講師にわたって多くを学ばせてもらった先輩、ダイナマイト関西。関西とのシングル対決もおそらくこれが最後になるだろう。あまり実感はないですけど、あとちょっとっていう実感はないですけど、残りの試合でいい試合をしたいです。
調子的にも自分も今乗ってるんで、思いっきりいけると思います。腰の具合は大丈夫？腰はでも気にしてたら、試合ではあんまり気にしないようにしてるんで、気にしてたらできないと思うんで、今考えてないです、腰がどうとかって。ファイナルランニングパート1、シングルマッチ30分一本勝負。青コーナー138番のキャンディー奥津トゥー、青コーナー188番のダイナマイト関西。ゴング前に試合が始まりました。キャンディー奥津引退へ向けてのファイナルランニングパート1、その相手はこのダイナマイト関西です。思い切り飛んできましたキャンディー奥津。まあしかし山本さん、はい、つくづくこのキャンディーが引退するなんていうのはね、惜しいですよね。もったいないですね。まあ腰のね持病ということもあるんですけれども、そうですね、まあ決めてしまったことですが、これはもう思いっきりね、あのカウントダウン一戦一戦大事に戦ってほしいですね。悔いのないようなので試合をしてほしいです。本当にそうですね、はい、浅草キッドのお二方はこのキャンディー奥津はどう見てますか？はいはい、キャンディー選手見るとね、やっぱヤマハブラザーズ思い出しますよね。小手さんがね、やっぱ小さい体でもどんどん持っていくじゃないですか。そうですね、うん、空中ファイトもあるし、本当引退するのは残念ですね。まあ、8月に引退するわけですから、もうほとんど試合がね、あとはもう数えるばかりということになってしまいましたね。奥津のですね、ロープを使うね、ロープワークはですね、本当にね、まあ女子プロ、男の方の、ね、選手を見ても5本の指に入りますね。その前ね、やっぱりその使い方もうまいんですよ。ここは注目しよう。後ろからスリーパーです、ダイナマイト関西。まあ関西もですね、このファイナルランニングということで、もう自分のこう全身全霊を込めてキャンディーを叩きに行くでしょうね。それがまあ礼儀だということで、かなり激しい試合にこれから展開していくでしょう。これはロープです。ダイナマイト関西、夏のニューコスチューム、これを着込みまして、もうプラグスーツですよね、完全に。本当にそうですね。さあロープにキャンディーを絡めて、あーと痛めている腰を一発蹴りを見舞いました。さあそしてどうするのか、ここでキックを出します。放送席の目の前、3発目。いやー、玉袋さんどうですか今のキック。容赦しない先輩ですな。ですね、まあ、これが格闘技の礼儀ではありますけれどもね、はい、エルボーを強烈に落としていきました。さあ今度はまた後ろからスイーパーです。ぐーっと締め上げていきます。まあ、ピュアハートというJWB ですけれども、この辺はね、そのファイトスタイルというのはもうストロングですよね。そうですね、まあ、引退する理由っていうのはね、腰痛っていうことなんですからね。そうですよね、にもかかわらずですからね、まあ、その辺痛めてるところを攻め込んでいくのは小手さん勝負の鉄則でありまして、そうですね、その辺はね戦う上ではしょうがないところですけれども、はい、リングは悪い以上ですね、もう痛めつけられてるところの痛いところ、はい、攻められてもしょうがないしですね。それにキャンディーのことを言いますと、その腰は毎度毎度やられてるわけですからね、はい、ですからね、絶対感知しないんですよ。これで例えば1年間休養するでしょう、はい、休養してまたカムバックしてもですね、絶対何試合かやってると出てきますね。あ、そういう職業ですよ。そうでしょうね、投げられたりなんかする職業ですからね、はい、これはもう例えばオフィスがあるんだったら別ですけどね、そうじゃない限りはですね、絶対もう治りませんね。とにかくですね、すごいんですよ。今日はどうですかと、今日はちょっとマシですと、マシです、はいはい、いいですっていう意味はあんまりないですよね。ほとんど聞いたことないです。ちなみに僕もヘルニアなんですよ。あ、そうですか。でもザ・ガンバルマンとかっていうのは全部引退しましたね、やっぱり。そうですか、じゃあよく気持ちが分かるわけですね。分かりますよ、もう痛さが、
僕もよくその痛めてるとこ攻撃しますね。そうですか。おーし。さあ今度は放送席が逆サイド引っ張り上げまして、ダイナマイト関西が四方のお客さんにこのキャンディーの、まあ、最後の姿をお披露目ということもありまして、また例によってフロントサイドからのキックの異様です。あーっとドンという音が聞こえます、響きます。横浜文化体育館ガクッと前に折れ込みました。キャンディーオクス、さあ今度はどうしようというんでしょうか。サソリ固めのようです。関西選手のキックはこの鈍い音がもう、いかにも効いているという感じでこうお客さんにアピールしてくれます。まあ、先ほどアピールと言いますと、こういったアピールの仕方も小手さんありますね。そういえばね、そうですね、もう音だけでアピールしてしまうという、なかなかこのウスのような体重は動かせるもんではありませんが、関西のですね、蹴りはですね、男子のレスラーに言うと結構効きますよ。あ、重みありますしね。はい、関西のキックというのは、まあ、男性とはだいぶパワー違いますが、違います、はい、割とあのパワーのことを抜いたらいい線いけますね。そうですね、5本の指に入るとか、はい、そういう感じになりますか。はい、あ、ずっときます。関西をじりじりっとではありますがずっといきます。下になってカンディオクス、これでも、奥さんですね、腰がしびれてしまうっていう感じですね。あ、はい、腰を集中して狙いますね、本当に。あのコルセット状のものを、ね、いつも欠かせないということで、多分コスチュームの下に今日もつけてると思います。エスケープ、関西選手全身につけてるような気がしますすごいプロテクターですね、それはね。さあ場外に、お、関西自ら場外に持っていくとは珍しいパターンになってきていますが、さあこれも一体で、わあ、来た、やあ、なんと痛めている、腰を鉄探りを思い切り叩きつけました。頑張れ。もう驚き顔のびっくり仰天の先ほどの2人だった。関西の迫力が顔、激しさを増していきます。エルボーが弾き返されます。さあこれからどうしようというのか。おお、ここでスープレックスか。うわー、低い低いスープレックス。これは小鉄さん、腰にはたまりませんね。そうですね、腰へのフルコースです。鉄柵が来ました、キックが来るわ、今スープレックス。いやー、硬いマットの上です。取りにくいんですよね。いや、今逃げて腰痛めちゃいました大丈夫ですか。すいません、赤さん、思わず引いてますね、今。はい、頑張れ頑張れ。あーっと、立ち上がれるか。痛い、引退への洗礼といいますか、鼻向けになっています。今もう会場中シーンと静まり返っています。水を打ったような感じになっています。ダイナマイト選手は雷親父ですね、もうね。本当にもう厳しいな。ものすごい雷親父、終わったらね、普段はあったかい人なんですよ。実家お好み焼き屋さんですよね。あ、そう、よくご存知ですね、やはり。さあ今度はがっちりと組んでいきます。パワーでは1枚も2枚も上回っています。ダイナマイト関西、大いかぶさりがぶってしまう。さあコーナーに入りました。おーっと、ミドルからハイエロ、ちょうど中間のあたり、首の下あたりにそのキックをぶち込んでいきますが、さあ今度は岸田氏のラリアットです。すごい一方的な試合ですね。ここまでは一方的になってきています。牙城を崩すってどうすればいいんでしょうね。その辺はちょっと小手さんに、そうですね、やっぱりね、関西は、ね、スピードもありますからね。これ一発ぐらいで効かないわけですよね。はい、今ちょっと斜めになって透かされた感じになりましたからね。はい、さあ今度このミサイルは、このミサイルもうまく力を伸ばしています。さあこのバック取られましたけれども、あ、これはうまく変えました。反転してカバーに入りましたが、これはダメです。この辺りはちょっとだいぶ効き目がないような感じです。この関西が相手の技をこうもらって受ける姿というのもなかなか絵になります。この叱咤激励というのはキャンディーへの、まあ、なんかメッセージなんでしょう。キャンディーもそれに応えていきますが、うわーっと、いきなりの至近距離からラリアット、これは返します。
8月の17日後楽園ホール夜の部で、まあ引退をするわけですが、キャンディーオークスもう数えるほどのカウントダウン試合数になってきています。キックを払ったんですが自分の方が落下してしまいました。さあ今度はどうするか。もう一発いきます。おーとエプロンからそれから場外に行きました。さあキャンディー飛ぶことができるか。ちょっと腰のダメージが飛ぶには重たいか。いや飛べそうだ。さあキャンディーが飛びます。三角飛びからさあパンチャーが飛びました。見事にヒットしました。ナダル打ってダウンしていきました。ダイナマイト関西立ち上がることができるか。かこれ小手さん、キャンディーもだいぶ腰に来てるようですね、はい、来てます。ですからね、いつものようにですね、あのロープ上がっていくのは差異がないですね、はい、あもっとスピードがあるわけですね、はい、だいぶ先に腰にダメージを受けてしまったようです。スワンダイブ式のトップランチャーです。もう一発いきました。ダイナマイト関西もあダイナマイトどっか打ちましたか。首のあたりでしょうか。大丈夫でしょう。動きが一瞬止まりました。場外です。さあどうするつもりでしょうか。場外でしばらく関西の動きを止めたい感じの。わー関西が飛んできました。あーと関西の表情変わった。ラリアットが返した。おーしジャーマンです。ゴーツ今ちょっと床が来ましたね。浅草キッドさん出てきましたね。ダイナマイト来ましたね。来ました。おーしけさあとだーっと。いやー今床から振動が伝わってきます。マットは薄いでしょう。モレに効くんですね。あーあーともう一発いきました。ゴツッと。いやダイナマイトどん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 と本当にもう今生音ですよ響きが。ですよね。いやー今頭をもしかしたら打ってるようです。ああ起き上がることができません。あと流れが変わりましたね。そうですね。この間にキャンディーも休むことができます。あのレスラーの回復力というのは恐ろしく早いですからね。急速に回復します。今あの関西がですね、下で落ちてました。大隅あの首もんでましたね、本来はあの触ってはいけないわけです選手、はい、おーそば飛びしました。ローリンそばとからもう一発きます。ローリンそばと。さあこれカバーに来ました。カットワンツーです。ダメージは受けてはいますがダイナマイト関西この辺でフォールというのはなかなか難しいものがあります。さあロープに飛ばします。戻っていや戻ってこない。低いキック低空の至近距離からのキックから足を固めていきました。これは小手さんどういう四の字ですね。変形したもんですね。リバースから入ったような感じですね、はい、変形です ね、 ですね、はい、横からといいましょうか斜め前方から入っています。キャンディーオクス、あーダイナマイト関西うめき声を上げていきますが、この辺はあのお二人もよくあの小さい頃プロレスでね遊んだりしたと思いますけれども、4の字というのはもう悶絶するぐらい痛いですよね。返し返されねやったもんですよ。これはなと届きますか。関西が苦痛の表情です。ようやくロープブレイクになります。こういう技ができたらですね、効果あるでしょうね、はい、12分が経過しています。ここから崩していくんですかね、やっぱりね。そうですね、今足場から攻めてますね、チャンスですね。痛めたところその集中攻撃っていうのはね、確かにいいかもしれませんね、はい、まあ象の足を狙っていくような感じで今関西が崩れ落ちていますが、さあ後ろからミサイルが、いやーここは超狙ったんですけども、ダイビングボディアタックは膝が待っておりました。いや足の先だったか。さあキャンディア、キャンディア、なんだーっと、おたけびを上げたところに容赦のないラリアットが飛んでまいりました。ファイナルランニングですが、ランニングできずにコーナーを止まってしまうのか。キャンディーオクス、関西のラリアットってのは反戦級ですね。なんか倒れ方がすごいですね。直角に倒れますね。そうですよね。あの受けた相手がひっくりを1回転してしまうこともありますよ、よく。さあキャンディーのスタンダップを待ちます。オークスコールが明け渡ってまいりました。場内のオークスコールに応えましてキャンディーオークスが
さあようやく痛みをこらえ立ち上がりました。うわ、さあこのままカバーします。カウントはよし、カウントは2です。カウントは2です。よく返しました。さあとフィニッシュのサインが出ました。ダイナマイト関西、これが出ますとですね、スプラッシュマウンテンホール。うわ、さあまずは肩に掲げ上げまして、おおっとっとバランスを崩しました。ロープの向こうがエプロンサイドから、さあスワンダイブ、おっとミサイルだ。こういうことが山本さんできるわけですからね。そうですね、鈴子しい。さあこの辺から突破口を見出したいところです。ジャーマン、さあさん体重があります。低いジャーマンになりましたが、先ほど場外でも見せましたジャーマンをもう一発いきます。ローリングして連結していきます。ローリングジャーマン、さあもう一発いきますか。だいぶ腰にも負担が来ると思いますが、ここでカウントは2です。カウントは2になりました。まもなく手元の時計が15分になろうという長い試合になってきました。今奥津はチャンスですね。はい、さあ奥津はこれからどうするか。休まれて攻めなきゃいけないですね。さあ苦しいでしょうが、ここは攻めていく。ああ、ストバットは弾き落とされた。バックドロップ、すごい落とし方、強烈な、いつものようにひねりを加えたバックドロップ。おっと、よしよし、まだブリッジできました。すごい落とし方して、なかなか急降下。これはフィニッシュへのフルコースです。まずはバックドロップで相手の動きを止めておいて、さあもう一度、あー、もう一発いきます。おっと、強烈に打ちつけられました。これはどうでしょう。15分経過、15分経過、もうマットにめり込むかって、そんな感じですよね。これが最後の一発や。さあ、これが最後、もう一発ドロップ、バックドロップか、あるいはスプラッシュでしょ、スプラッシュか。さあどうするか。まずはバックドロップだ。これで終わりか、これで終わりかもしれない。カウント入ります。いや、わずかに上がりました。こらえます。さあ関西はどうするのか。これは山さん珍しいですね。関西自ら行きましたね。何やるんでしょう。関西自らトップロープ、ニュードロップですかね。ダウンしてる。ダウンです。ダウンしています。ダウンカウントを入れています。あーオークスが先ほどの急降下のバックドロップでダウンをしました。立ち上がることができるか。これはかなりのダメージを受けた。頑張れ頑張れ。あー目が後ろです。このまま立ち上がることができるのか。あーっと、かろうじてファイティングポーズ、かろうじてファイティングポーズ。うわ、ぐらついています。戦えるか。山さん、これはかなり危ない状態かもしれませんね。そうですね、あの関西はですね、相手がファイトボトンって攻めていかなきゃいけないですね。ミスはいきません。それが勝負ですから。さあ山本哲さんの勝負への厳しさ、その辺がおそらく伝えているところでしょう。山本さんの教え子でもあります、ダイナマイト関西、小鉄の厳しさを教わったダイナマイト関西としましては、もう一度そうです、行くでしょう、容赦なく行くでしょう。スプラッシュマウンテンホールドだ。まずはハイジャックバックブリーカーの体勢から、スプラッシュマウンテン、これで決まりでしょう。引退への花道、スプラッシュマウンテンホールド、これが勝負の厳しさです。17分15秒、スプラッシュマウンテンホールドでキャンディーオークスを粉砕しました。いやー、浅草さんどうですか。僕ね、あのスプラッシュマウンテンっていう技が決まったら、必ずあのジ・エンドっていう文字がね、頭に浮かぶんですよ。はいはいはい、まあ18番、これ以上ない決め技ですからね、はい、マイク持ちましたね。あ、ちょっと待ってください。オクス、みんなの声が聞こえたか。一人でも多くのお客さんがまだまだお前を応援しようとしてくれてる。その声をよく聞いて、レスラー最後の日まで完全燃焼しろ。お前はまだまだプロレスラーや。今日はありがとう。かっこいい。かっこいいよ。いいやつだな。
これが関西のいわゆるもう一面や優しい関西の部分でしょうね、おそらくね。いい兄貴っすよ、何は武士っす。あ、泣いています。いい先輩だ、いい先輩持った。まあ、小鉄さんはですね、はい、最後、まあ、戦っている一番最後にね、厳しさを見せなきゃダメだというね、そうですね、コメントありましたけれども、まあ、戦っている以上はですね、はい、一まあ、これ終わってはですね、はい、これはいいですよ、はいはい。まあ、終わればあの JWP という、ね、仲間なわけですからね、はい、関西がこの JWP の屋台骨をずっと支えてまいりました。いや、みんなで支えてきましたけれども、そのエースダイナマイト関西が引退していくキャンディーへ、まあ、本当に鼻抜けとなる痛い痛いスプラッシュマウンテンで敗北を味わわせました。これはおそらく引退してからもずっと忘れることない痛みでしょうね。そうですね、いいよ、あ、よいいぞいいぞ、よっしゃよっしゃい。まあ、この辺が浅草さん、デュアハートの一面ですよね。そうですね、 JWP のね、サムエボ立っちゃったよ、見てください。ということで、まあ、キャンディーオークスファイナルランニングパート1はダイナマイト関西がキャンディーオークスをスプラッシュマウンテンホールドへ下しております。関西のレスリングというものも分かってもらいたかったし、オクスの心に今何が残ったか、うん、自分の方がオクスに聞きたいですね、うん、もしあのスプラッシュマウンテンを返せたらやめないでしょう、うん、どうだでしょう、そう思いました今日、うん、でも自分で言うのは変ですけど、ここまで粘れたのは初めてじゃないかなと思いますけど、多分ここまで他の人とシングルやっても、うん、ここまでできなかったと思うし、試合の中で自分がここまで成長できたっていうのを確かめてもらいたかったんですけど、ここに来てまたかなり腰が厳しいのは厳しいので、これ以上怪我しないように最後まで戦いたいです。ロープに近づいてまいりました、久住智子。男子と違う技でもですね、ありますし、彼女たちが勝手にですね、つけてしまう部分ですよね。テキーラ3000なんて日本男子じゃないわけですよね。だからそこにまた逆に言って女子プロの面白さもあるわけですね。ですから、ま、もちろん体も柔らかいっていう部分もありますしね。はい、そうでしょうね。男子ができない技もできますよ。できます、はい。大場選手、お客さんに怒ってましたね。やろうって言って関節を攻めていきます。よくやりますよ、マットに上がったら人が変わるような感じがありますから。あっと、エスケープです。僕なんかも変なヘッジ飛ばされたんですね、リディングの下に降りてて、お客さんの前に行きましたね。山本さんも海外ではヒールでしたからね。日本でもやりましたよ。そうですか。日本でも、おーっと、これは素晴らしい動きを見せます。いいよ、このままジャパニーズデックロールホール、あー、決まりませんでした。僕ら2人とも仕事、テレビの仕事したことあるんですよ。あ、そうですか。はい、福住選手がまだちょっとパーンと弾ける前でね。あ、福住さんと、あ、そうですか。それで、あ、おとなしい子だなと思ったんですけどね、こう最近のこの活躍ぶり見るともいい子ですよ、練習熱心ですね、真面目ですね。
リングの後気が強いですからね。うわ、張り返しました。これが気の強さでしょう。東海彦根を負け取りません。うわ、なんと4月8日に後楽園でこのタイトルを手に入れました。相手はなんと王者関西でした。今自分が言う第4代の関西王者であります福岡光。まあ、最近はあの3冊目の写真集も、ね、撮ってきたようで、まんじゅうがたま、ね、先ほど見せていただきました。あ、もう早くも、はい、その辺はもうギブアップしましたね。タップしました。タップしました、はい、まさにあの福岡らしいこう豪快な挑発的な、ね、写真集でありましたけれども、彼女はあの写真集の中でコブラ、コブラというかヘビとアナコンダみたいな大きなヘビですね。このように、はい、絡みついてるわけですよ。まさにこんな感じで、ね、相手をこう、やられてる方でしたけれども、昔、外国の選手ですね、アナコンダという選手が来たんですけど、今度そのままですね、140キロぐらいの選手ですね、で、自分があのリングがあるとき、ヘビ巻いてくるんですよね。それで本物ですか。それでシリーズの一番最後のときですね、リング、まだ試合してたんですね、手からあの血流してくるんですよね。どうしたのって言ったらね、もうシリーズずっとあのヘビをそういう風にいたぶるわけですよね、自分がもうあの勝ってるってこと、はい、そしたらヘビもやっぱり頭きたんですよね。逆に飼い主に噛んでしまったわけですね。そんなことありましたね。飼いヘビに噛まれたわけですね、はい、ジェイク・ロバーツのヘビが弱ったんですよ。あーっと顎に入りました福岡光。さあ今度は開学戦に振りました。あーっといいタイミングでミサイルが入っていました。ああ、この辺が山田さん、気の強さですね。やられたことやり返しますね。そうですね。投げ捨てのジャーマンです。今もですね、ジャーマンもですね、相手が受け身取れないようなジャーマンでしたね。ああ、容赦なしのジャーマン。早かったですね。低いし。さあ、久住がどうするか。おー、相手を叩き飛ばす。ドロップキックです。鉄柵にそのままぶつかっていきました。さあ、どうするか。このまま飛ぶか。トペを見せるんでしょうか。あるいはスワンダイブからのプランチャーか。助走をつけてスワンダイブからブランチャーだ。見事にヒットしました。久住智子、ジュニアのベルトを持ったままヘビーのベルトも手に入れることができるんでしょうか。このですね、山本さん、はい、ジュニアのベルトとこの無差別、いわゆるヘビーですよね、はい、両方持ったということはなかなかないですよね、今まで勝ってないですね。あまり聞いたことないですよね。聞いたことないですね。要するにあのジュニアのベルトを返上するっていう形になりますもんね。そうですよね、さすが博士です。一度ですね、ダニー・ホッチがですね、一度ありましたかね、確か。そうですか。すぐ取られてしまいましたけどね、ジュニアとヘビ取っておったんですかね。あ、ただあの世界選手権じゃないですけど、州のですね、向こうの州ったらもう世界と同じですけど、そういう感じでありましたね。あ、ダブルアームの連続技です。本来ならばアナウンサーこういうの調べてこないといけないんですけど、思いつって言ってしまいまして、首を絞めています。あ、連続技だ。ダブルアームスープレックス。久住もあの山本さん、パワーついてきましたね。ついてきましたね。そしてダブルアームの今度はバックブリーカー。いや、本当にこう噛み合いますね、この2人は。まだ空中殺法はさほどこの両者出しておりません。おーっと、なだれ式の何か技を持っていこうという久住智子です。先輩でありますが、この勝負によっては全くその辺は関係ありません。またやったよ。22日、鳩ヶ谷での宮口のジュニアのタイトル戦で10度目のジュニアのタイトル防衛に成功しました。くずみ、あーっと、ハルカラソンに敗れました。さあどうするのか。トップロープからミサイルになっていきました。うわ、ただこの2人も張り手やってますよね。この張り手の張り方が下手ですね。張り手にも張り方がある。あります、あります。どういうのが基本的に一番いいのですね、手のですね、一番付け根ですね、はい、付け根ですね、相手の顎を言えば結構素晴らしい、簡単になります。ああ、なるほど。サイドスペックやーっと逆に返されてしまいました。入り手もよくあの腰がグッと入ってる選手もいますよね、はい、さあ福岡のペースになっていきそうです。タイミングが変わりました。流れが変わりつつあります。さあダブルアームの体勢です。これで腰を相手に落とすでしょ、ええ、すぐこれで変えなきゃいけないですね。ああ、ここで無理してね、やってもいいしかないですね。今みたいにすぐ、ええ、他の技に変える、そういう戦法を取っていかなきゃいけないですね。なるほど。膝を持っていきましてダブルアーム、こっからおお、どうすんだ。ロープを利用します。さあ何をしようというのか。自らロープに飛んで、さあ飛んでいきますが、おーっと、久住が逆に仕掛けていきます。さあ固め技が入りました。ジャパニーズデフローグ、これはカウント2です。
プロに出たところを落としておきて、クズムロープ使いが上手くなりましたね、そうですね、はい、さあコーナーニュートラルに上がりました。ここでムーンサルトが、おー、ムーンサルト、うわー、これはヒットしました。いや、自分も手を怪我したか。見事にヒットしました。いやー、今のは度胸あるわですよね。福岡ってのは昔からね、無鉄砲なんですよ。トンパチですか。練習やってても全然無鉄砲なことしますしね、ですからリングが上がったらですね、試合になったら特に無鉄砲なことしますさあ髪の毛を持ちまして、くぐり、おーと柵のさらに外に出ていきます。あーと一斉の攻撃です。久住はそのまま腰を落としてしまいました。久住智子、この10連覇を機にチャンスだと思え、思い無差別級に挑戦してまいりました。同期全員にジュニアでは勝ったことになります。さあ福岡はまたここは飛ぼうというのか。今この JWP のナンバーワンはこの人です、福岡光。さあここから飛びました。これすごい飛行距離です。今柵越えですよ。そうですね、柵越えのプラッチャーを見せました。だんだんあのベルトの魔力というんでしょうか、顔までがその顔つきになってきましたよね。そうですね、はい、さあ、あ、じれてるようです。ここでね、じれちゃいけないんですよ、うん、まあ気持ちとしてはこのことでお前をやられるのかということでしょう。さあ、くずみ、あ、懸命に、いや、相当効いてますね、それね、3メートル、4メートルぐらいですかね、とか飛んできたんですけど、飛びましたからね、これ飛行距離は長いければ長いほどそれだけパワーがね、増幅されてるわけですからね。あーと自ら迎えに行きました福岡。さあチャンピオンはちょっと無理かもしれませんね。チャンピオンに勝ってどうしようというのか。ミサイルだ、容赦のないミサイルをかましていきました。さあそして今度は逆コーナーからムーンサルトプレス、そしてそのまま片指に入りましたがこれを返しました。まだ大丈夫ですね。ただもう無理、先頭のパワーちょっと感じしますよ、失われてるかもしれませんね、はい、さあもう一回いきます。さあもう一発だというアピールを行って、さあ久住はもうすでに立ち上がってる。うわ、膝のあたりからいきましたが、おっと自爆したか。迎撃だ、自らも痛めているようです。さあこのチャンスか、カウント取りました。ジャーマンスープレックスホールド、カウント入ります。カウントは2です。どの辺りは、クズミもですね、試合早く上手くなりましたねちょっとこれだけできるんでしたね、あの死んだふりしてるっていうか感じですかね、はい、ちょっと三味線を引いてる部分があるかもしれません、はい、おーっとスワンダイブからの相手を焦らすってことですね、ミサイルを放しました。さあ今度はこちらサイドからです。さあスワンダイブ式の、今ちょっとバランスを崩しかけましたが見事に離しました。さあ形勢が逆転したようです。久住もこれどこを痛めてたのかなという感じで立ち直っています。水だったんですよね、さあとあれで時間を稼いだのかもしれません。さあこのままジュニアチャンピオン久住智子の勢いが続いたままこのまま押し切ることができるか、あるいはこれはもう大金星以上の何者でもないかもしれません。ダブルアームで持ち上げて、さあ青コーナーで何が起ころうとしているのか。トップロープを出ました、なだろうしました。久住はこれを狙っていました。今日は再三これを見せています。おっとこれジャパニーズデッグロールクラッチ、カウントは2です。久住は最近よくこれを得意にしています。15分経過、あもう15分が経過しています。さあ久住のパターンになってきました。久住はさあどうしますか。もう一度コーナーからのなだら式の技を持っていこうという久住、相手をいっぱいかましておいて、ここでミサイルか、ドロップキックです。いや違う、上がってきました。ブレンバスターか、ダブルアームだ、ダブルアームです。ダブルアームスープレックス。さあこのまま行きます、行くか、あーこのまま偉大の方が上がりました。これ王者としては初防衛戦ですから
ジュニアのチャンピオンに負けるということがあってはならないと、そういった目で誰もが見つめていると思います。プライドがまず許さないでしょう。久住がしかし時の勢いを借りまして、このまま押し切ってしまいますか。ダブルアームスープレックスホールド、カウントは2です。両者ともこれ小手さん、だいぶダメージが出てきたかもしれませんね。福岡ですね、あそこにじらされたでしょ、あれでですね、少し変わってきた部分なんですね。あ、はい、ちょっとペースが流れが変わってしまいましたね、はい、あっと膝の、いや足の剣山が待っていました。クズもこれで5回やったでしょ、そんな5回も食いませんさあどうしようというんでしょうか。タイガードライバー、このまま片指に入りました。両者がきつい展開になってきています。一進一退という感じになります。さあもう一発いきます。ダブルアームからもう一発、タイガードライバーが投げ捨てました。ものすごく荒い技になってきています。最近小手さん、はい、投げ捨てとか投げっぱなしの技がありますよね。ジャーマンにしてもそうですし、そうですね、ボム系の技も、ね、うん、ありますけれども、ああいうのはどうなんですか。実際技の効き目としてはどうでしょうかね。力があまり有り余ってそういうふうにするのか、それともあったら決めに行こうとしてるのか、それとも相手に痛めて、そういうにそれがその後にホールしていこうかという、はいはいはい、いろいろ考え方あると思うんですよ、でも本来はですね、投げ捨てるよりですね、やっぱりピシッと決めた方がいいんじゃないかなって気がするんですけどね、まあ、それぞれ の戦略ですから、はい、ここはパワースラムに来ました。なだら式のパワースラム、そんな感じで自らの体重をかけていきます。さあコーナーに上がりました。ニュートラルコーナーからミサイルかライダーキックか。さあ仁王立ちの状態から、あーっと、まあ、女子のレースだと一番上のロープがですね、あれだけ投げられたらたまりませんよね。そうですね、いくら体重がなくてもですね、たまりませんね。さあここから2発目が飛んでいきます。天井からのカメラーっと、頭ですね、頭に飛びましたね。これかなり首に衝撃を受けるでしょうね。首が詰まってしまうという感じです ねタイガードライバーだ。さあそしてそのままホールに行きます。カウントスリー、いやー格が違ったようです。ジュニアのチャンピオンは無差別のチャンピオンに勝つことができませんでした。福岡光第4代の王者は初防衛に成功です。18分21秒、タイガードライバーによりましてクズミを沈めました。これさいかがでした。はい、クズミも前線しましたけどね、ロープから5回もやったでしょう、あれはやっぱりちょっと戦法としては良くないんじゃないかなって気がしますね。ちょうどクズミの上手かったことですね、外をダイビングしましたね、福岡。それでずっと耐えてましたね、それで相手を苛立ってしました、まあ、これも戦法の一つにして上手い戦法だなっていう感じにしました、はい、その辺が二方は印象に残りました。今やっぱクズミちゃんの頑張り良かったですよね、まあしかしチャンピオンのあの飛行距離は凄まじいものがありましたね。あの距離はすごいですよ、お互い絶好調ですよね、いいコンディションでお互いやってるんですが、やっぱ福岡選手強いですね今、まあ、関西を倒した、はい、チャンピオンですからね。リングに入場して上がった瞬間は、ああ、九州緊張してるなって感じに見えたんですよ。でも試合やるとあの子ってすごいカラッと変わるじゃないですか。そういう実力とかもそれは認めてますけど、関西さんが持ってるベルトの時は挑戦したいっていう気持ちがすごい強かったと思うんですよ。でも自分が持ってからっていうのはそういう声聞こえなくなったんですけども、でも自分は逆指名してでも絶対自分とタイトル戦やってほしいんですよ。嫌って言われても先輩たちとも合流してやりたいです今日は横浜文化体育館からお伝えしています。さあいよいよダブル名イベントの第2試合ということになりますが、山本さん、はい、もうデビル雅美がですねレスラー人生20年なんですね。そうですね、というか長くやってるなというか本人はね、割と短いっていう感じなんでしょうね。
思うかもしれませんね。僕もあの17年間現役でやってましたもんね、あれもう17年経ったんだっていう感じありましたもん。あ、やっぱそうですか、はい、あそうですか。あの浅草キッドのお二方は、はい、そのデビルさんの試合もかつて何回かご覧になったと思いますけれども。そうですよ、女子の20年っていうのは、まあ、ありえない記録ですからね。はいですよね、はい、だいたいあの長代さんのことをみんなね、女子プロレスラーチコさんチコさんとか言いますけど、はいはい、長代くんって呼びますからね。デビルさんね、ないですよね他にね、はい、ということでですね、今回盛り上がり見せていますが、最後の試合が山本さん、はい、これ4対4のイリミネーションマッチ、イリミネーション、はい、つまりどんどん負けた選手が出ていきまして、そうですね、はい、最後に残っている選手がいたチームが勝つという、はい、どんな展開になりそうですか。どうでしょうかね、この力関係があったらですね、どっこいなんですよ。だからこそ取り組み作ったんですけどね、はいはい、うん、ちょっとその展開っていうのは難しいですね。ですなかなか読めないですよ。僕でも読めないですよ。だから解説者ですから責任ありますから。あのゲストのお二方はどうですか。オズアカデミーって今注目されてますから、どこまでそのうまさ強さがあるのか、ハードコアなのか、すごい初めて見るんで期待しますね。そうですか、トモクロさんも一言。いや僕もデビルさんですね。デビルさんにつきますよ。20年ですからね、まあ、記念試合ですからね今日はね、記念試合でね、縁起物をしてもらいますよ。わかりました。ということで、たっぷりとご覧いただきたいと思いますが、まずはですね、試合の前にこちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。プレイヤーってはまさしくあの人だ。悔しいけど。この世界を引っ張ってきたのは彼女だと思いますから。お願いします。女子プロレスでは前人未到のデビュー20周年とあって、デビル雅美は連日にわたって何かとご多忙の様子。この日は長代千草がパーソナリティを務めるラジオ番組にゲストとして出演した。長代千草のハープレーラシー。長代さんが尊敬してやまない、JWP 女子プロレス所属のデビル雅美さんです。こんばんは。私はデビルさんに昔、前場時代でしたかね、大阪のヤングタウンと深夜のラジオで一度、デビルさんが来られた時にですね、スタジオでコブラツイストをかけてもらったことのあるタレントです。あ、そうなんですか。ぽいっちゃしてるんですが、若い頃からなんか風格ありましたよね。で、怖かったです、若い時は。怖かった、もっと怖かった。いつも叩かれてました。ああ、ここまでいたら逆に言うと本当に何ですか、ファンの気持ちがちょっとボロボロになるまでやってほしいと思いますね。そうですね、まあ、体が続けばいいなと思ってるんです。そうでしょう、せっかくデビュー20周年。お疲れ様でした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 。収録後、横浜でチームを組むガイアジャパンの里村芽衣子が緊張した面持ちで挨拶へ。じゃ子供ぐらいの親じゃなくて、もうもろに子供。3年目、2年、丸2年、丸20年。まさに女子プロレス界の親子タッグの結成か。デビルのデビュー時には里村はまだこの世に存在すらしていなかった。日本の高度経済成長を支えた工業都市北九州、この世界随一の鉄鋼の町で雅美は産声を上げた。小倉の工業地帯を抜けると現れる閑静な住宅街、そこには雅美のお母さんが今も営んでいる美容院がある。デビル雅美の20年にも及ぶキャリアの秘密がこの成果に隠されているのでは。実家を訪れてみると、御年85で今もお元気な雅美のおばあちゃんが笑顔で出迎えてくれた。うちがまだ入ったばっかりの時の写真がある。こう写った。入ったばっかりの時の写真です。うん、あ、家に？家にあるんです。一体雅美はどのような少女だったのか。昔の写真を見せてほしいと頼んだら、おばさんも交えての大鑑賞会になってしまった。小学校ね、確か5、6年間見た。大きいですね。大きいの。
女子プロになる言った時ひっくり返ったんですよ。3日で今度びっくりでしょ、ね、まあ往生したね、もうあの時だけね、もう兄弟で全部集まってから、もうとにかくほら行かせれと、反対して、ね、反対しても行くんやったら、その行って今度はもうつまらんと思ったら、今度は帰らんやった時は困るでしょ、うん、とりあえず行かせれと、その代わり自分がつまらんと思ったら若松にすぐ帰ってくる、うん、そう決めるんやったら行かせろって言う、置いて説得になりました。なんで帰ってください。まさかそれから20年間だって意志が強かったけどね、大体娘さんの試合は基本的には、うん、見ても後ろの方で見る、ね、この人が真ん前でどこ行っても真ん前一番に、最近もうプロレースの中ではあんたに人気もんよね。とにかく活発だったまさみちゃんは小学校の運動会でもいつも一番。しかし中学校では運動部ではなく、なぜかブラスバンド部に入部。しかしこれがプロレス人生に大きく役立っているという。やり遂げる気持ちよさっていうのはやっぱり吹奏楽部で教わったし、なんていうかな、頑張らなきゃいけないっていうか、やることはやらなきゃいけないっていうのもやっぱり吹奏楽部で教わったんじゃないかなと思います。で、腹筋が強くなったの吹奏楽部のおかげ当時はあのビューティーペアの全盛時代、16歳だったまさみが前女の門を叩いた理由は何だったのか、今その驚くべき真実が明らかにされる。履歴書を書きたかった同年早くもプロデビュー、そして会社からはお前はヒールになれと。あんたの顔はヒールだからって言われて、ああそうですかみたいな、うん、失礼ですね。いやでも自分でも思いますこれじゃちょっとね、あの頃のデビューはできませんよね。ビューティーペア引退後の女子プロレス冬の時代を支えたのはデビル雅美、ジャガー横田、そしてミミ萩原。悪者への道をひた走るようになったデビルはやがては軍団を結成、前女マットを荒らし回り、一躍トップレスラーへと上り詰めた。そして時代はクラッシュギャルズ全盛期へ。ここでもデビルはジャガーとの女帝タッグでクラッシュの前に立ちはだかる。特に長与との一連の死闘は女子プロレス史に残るベストバウトとして今も語り継がれている。順風満帆に見えた前女時代、しかし心の中は必ずしも満たされてはいなかった。自分が好きでやってると思ってないわけじゃないですか、プロレスを。だから自分がタイトル取っても、あの夢が叶ったとか、私は強いのよっていうか、そういう意識がないんですよね、うん、そんなデビルに10年目にして転機が訪れた。初めて経験する海外遠征がそれである。カゴの中で試合してたわけですよ。カゴの中の世界しか知らないっていうか。で、私が思い込んでたのはカゴの中での仕事であって、その周りを見るということをしなかったっていうか、だから一回こうカゴの戸をパーンって開けられて、世界こう一生懸命自分の力で飛んでみたら、意外な世界が広がってて、向こうのリングに立つとお客さんの顔を見るのとか声援を聞くのがすっごく快感で、あんなに楽しい思いをしてワクワクしながら試合をしたのが初めてだったんですよね。初の海外遠征でプロレスに喜びを見出せたデビルは25歳定年制に従い全場卒業、そして新たな戦いの場を新興団体ジャパン女子プロレスへ。ここでデビルは関西尾崎らと初めて出会うことになる。そのジャパン女子も経営の破綻から解散だが、デビルの前ではまた新しいプロレスの扉が開き始めようとしていた。皆さんに申し訳ご紹介していただきます。デビル雅美選手です。もう引退して税理士になろうとしていたデビルにプロレスの神様は再びこっちにおいでと呼びかけた。まさにデビル雅美にとってプロレスとは天職であった。
JWP のリングで初めて好きなプロレスをのびのびとやれるようになったデビルは常に観客の視線を釘付けにした。30歳を過ぎてなおも第一線で輝き続けるデビルに影響され、マットを離れていた長与千草も電撃的に復帰。女子プロレス界に新しい時代が到来する。スーパーヒールか、デビルはスーパーヒールだ。またデビルは以前の悪玉時代の自分をさらに進化させたスーパーヒールのキャラクターをも確立。かつて名勝負を繰り広げた長与との激突は平成の女子プロマットを大いに刺激した。彼女は本当の意味で世界各国で通用できるレスラーだ、うん、そう思うね。大場所を沸かせることができるレスラーはたくさんいるけど、なんとか町民体育館だとかちっちゃな町で沸かせるのは彼女一人しかいない、今や女子プロの中では。だからこそオールラウンドプレイヤーとはまさしくあの人じゃん。悔しいけど日本では40過ぎのレスラーはいませんけど、きっとデビルだったらできるんじゃないですかね。ただのばあさんが試合してるって思われたくないんですよ。だからあのお客さんを裏切らない試合を心がけてはいるんですが、もしそのお客さんにもうやめなよって言われるような感じになる前に多少はやっぱりやめたいと思うし、いつまでもやっぱりあの強いというよりもプロでありたい。現在 JWP の若手はデビルがプロレスラーを志した頃まだ生まれてもいなかった。だが未来を担うのは彼女たち若い力なのである。どうせ歩き始めたプロレスの道なんだったらやっぱりあのできる限り極めてほしいとか、うん、己にやっぱり厳しくあってほしいと思いますね。あのその厳しいという意味もあの酒とかタバコとか、例えばあの男性と交際するとか結婚するとかそういうことではなくて、あの自分の試合に対して自分自身に対して自分が一番のファンであってほしいと思うし、自分が一番 の, その自分に対する批評を与えられるような選手になってほしいと思うんですよ。だからやっぱりあの他の今の新人とかにも頑張ってほしいなと思うし、やっぱり個性的なレスラーを目指してやっていけばやっぱり JWP は安泰じゃないかなと思います。ダブルメインイベント第2試合、デビルまさにプロレスデビュー20周年記念試合、アクト1ナウ4対4イリミネーションマッチ60分間を行います。青コーナーオズアカデミーガイアジャパン122ファンの長島チカヨ、ガイアジャパン132ファンのシュガー佐藤、JWP132 ファンド天野リエコ、130ファンド尾崎真由美、赤コーナーガイアジャパン145ファンド里村芽衣子、 JWP160 ファンド宮口智子、ガイアジャパン175ファンド長与千草、 JWP170 ファンドデビルマサミ、紫のテープが飛び交いました。果てしなくなんか続いていきそうなエリミネーションマッチ、時間制限はあります、60分間です。さあ、なだれ式のブロックバスターだ、担ぎ上げてるのは宮口、落とされるのは長島か、長島落ちた、このままカバーに行きます、カウントアップ、1人消えました、ガイアの長島が消えました、1人消えた。これで小手さん、だいぶガイアは不利になりますね。不利ですね。ね、4人の連携が見られなくなります、はい、長島が退場です。
宮口とシュガーですね。宮口とシュガー、うん、さあシュガーが入るわーと今左にありましたよ。かなり痛いところ入りました。宮口スリーカウントです。よし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 、宮口が退場。これで3対3、これで3対3です。大崎がようやく出てまいりました。脇固め、脇固めでどうでしょうか。逃げないか、ギブアップか。あ、逃げました。あ、畳み込みました畳み込みました。折りたたみの事実のように畳み込んでしまいました。肩に打撃になりまして、さあ腕殺しに行きます。痛めてるんだろ、これ、ね、これね、サポーターみたいに、ね、してますからね。さあ、小沢ファミリー総出演。あ、1人にだんだんいましたけれども、3人で行きます。これ長島も向こうにいますけれども、私も入りたいという気持ちでおそらく見てるでしょう。長代の低空ドロップキック、そして遠征のキックオー。裏を持て、裏を持て。うわっちゃ、なんか引き倒しちゃう。長屋のキックも年金が入っています。ナルシストキック、おーと。さあこれでいい、なかなかホール来ません。今手元の時計でもまもなく20分、20分、あっという間だ。でもまだ2人しか消えていません。いや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 、あれです、ドロップキックです。長い時間、時間制限は60分、まだ制限時間いっぱいまでにはたっぷりあります。さあデビルがアピールする時というのはフィニッシュとどめに近い時です。あ、上がっちゃったよ。どうするんだ、先頭かローリングするのか。ローリングした、先頭は並びだ。あの先頭コーヒーヒーロー、はい、雑誌で言ってましたね、先頭で絶対1本取るっていうのは ねまた外してしまいましたね、これ小手さん、よくやっぱり大きな技だけに外してしまうらしいんですけどね。あ、スクールボーイ、これは膝十字ですか小手さん。はい、そうです。シュガーが膝十字、デビルがこれは消えたらちょっとバンクラーセンに近いものがありますが、うわ、フットサップ、デビルの熱い船なら大丈夫とばかり言っていますが、3連発。膝だ、膝だ。長島ですか、負けたら出てきてましたね今。それでまたすぐ引っ込みましたね。本当ですよね。今セコンドにいました。セコンドについてますけどね。今土作さんに負けてですね。これはルール違反ですね。エルボー落とします。これある意味で小手さん、はい、レフリーが一人っていうのは厳しいものがあるんですよね。厳しいですね、はい。当然これ勝負ですから引っ込んだ選手も出てくることを予想しなければいけませんからね。とりあえずそこが見てらんないんですよね。ああ、なるほどね。みんな赤い服だもんな。わかんないわ。ああ、遠いウィングスイングしました。そして今度は外村ダイブ。もう今宮口も行きますね。宮口も行きました。これはいきません。これは体を張って止めなければいけないところでしょうけれども、一人しかいませんレフリー。川崎さん大変です。おお、ダブルでリフトアップしまして、さあ池田ばかり。小手さんもかつてはですね、はい、新日と国際プロレスでしたっけ、はい、そうですね、全面対抗戦があった時に、やった、セットに決まった、ローリングしたの、セットオンコンヒーロー決まりました。公約を渡しましたね。今回はヒットです。シュガー退場。猪木選手がですね、はい、国際軍団の3人とやった時あったじゃないですか。1対3ですね、はい、あの時はもう懸命に小手さん止めましたよね、レフリーでね。そうですね、あの出てきちゃいけない人が出てくるのね、はい、言ってましたよそれ、ああそうですか、はい、いやという今のすごいすごかったですね。まあデビルの戦闘じゃこれはもう叶いませんねさっきはね自爆してしまいましたけれども、決まったらね、あのもうダメですね、そうなんですね、一撃必殺のものですからね。さあこれで3対2、これピュアなオズの2人になりました。ちょっと押されてる、元々の格です。さあどういう布陣で、先方はまず、ああ長屋が出てまいりました。おお、天野に返せます。これまあ作戦としては、あの
選手の消し合いですから尾崎が最終的に引いてないとまずいわけですよね。尾崎が取れるとかなりもう、そうですね、ガイズが苦しいってことになりますから。ですからね、もう尾崎としてはね、こういう悪いことしてなんとかですね、長い子デビルをやっつけないとっていう感じなんでしょうね、きっと。もう2人になりましたから尾崎の役割はこの2人の時点ではサポートですよね。そうですね、サポートに徹しなければいけませんが、さあ里村も来ました。里村としてはガイアの大将です。また中山がやられてるところ、うまい感じ、出てきましたが、これ長島か主か、長島です、長島ですね、出てきますね。アキレス腱固め、これは立ち上がります。立ち上がるともうほとんど効果ありません。おお、ギロチン、ギロチンです。本当になんかギロチンっていう感じですね、デビルさんやるとね。さあスコーピオンデスロック、このグッという視線がなんともたまらないものがあります。尾崎に睨みを利かしておいてステップオーバー、そしてこれから腰を落とします。まあ女性の中にも関西もそうですが、このサソリ固め使い手は何人もいますけども、まあその中でもトップクラスですよね、小手さん。そうですね、貼り方がうまいしですね、おお、カットに入りましたが、まだまだギロチンだ。後ろでギロチンを放とうという、やばいこれ。あ、後ろスリッパー食らっています。やばいよ、デビルのスリッパーです。これはデビル正美の20周年記念試合、ある意味でデビルが最後まで残ってほしいという、そういったファンの願望もこの試合には込められているはずです。しかしこのメンバーが残っているということは何が起こっても不思議ありません。25分経過、25分です。運動量だ。間もなく試合時間、まあ制限時間の半分まで来ようかというところです。まあ今日は浅草キッドのお二人をゲストに迎えていますけれども、25分ネタやると言ったら大変でしょう。まずね、まず宿泊すられると思いますけれども、このね、大変なところがあります。食い込んでくる足をほどこうという、あっ、裏アキレスです。長内さん、さああえてまだまだ選手が残ってますけれども、お二方にですね、大胆な予想、誰が残るかという予想していただきたいと思います。誰でしょう、さん、誰が残ると思います。いや、僕はね、心情的にはやっぱデビルさん。ああ、20周年ですね。こういう時にね、意外とこう里村ちゃんあたりが残ったりするんですよね。ああ、私はそういうだから穴場を、穴場、狙ってきましたね。大穴です。おっと微動だにしません。そしてジードバシ博士、どうでしょう。僕ね、一方的に勝つ可能性もあるんじゃないかなと思うんですけどね。ストレートで、なるほど、つまり3対0でもいいわけですからね、はい、残ってる方がいいわ、はい、残ってればいいわ、可能性もあると思います、今、また出てきた、おい、あまだ靴が抜けています。靴抜けちゃいました、抜けちゃいましたよ。あ、本当だ。これはなんかちょっとバランスが悪い。あとは空振り、デビルが2人を落としておいて、おお、丸め込んでいきます。おし、これはデビルのピンチだ。危ない。なるほど、そうすると博士は3対0というのもあり得ると、あり得ると思いますね。3対0ということはもうデビル軍団になりますよね。はい、担ぎ上げて振り落としました。バックドッター、確かに小手さん、その意見は結構な確率あるかもしれませんね。そうですね、高いですね、この勢いですとね、高いです。ラリアット、あるな、さあこれデビルが今クラブで打ったから、おお、これは加わってはいました。おお、挟み打ち、サンドイッチだ、暴れちゃったよ。これはもう浜田がどくしかないか。いやいやいや、まだ簡単にはどかしません。一方では尾崎は早くしゃんの入れさせない里村がね、いいコンビネーションピンチだこれ、やべ、布団畳に入りました。一発、おお、おっしょおっしょ、食らいついています、食らいついて、宮口がまた出てきた。宮口は出てきてはいけません。これまずいぞ。さあ、デビルが試合の権利を持っています。抑え込んでいます。その他のものを肩を抑え込んで、ダブルアームからのダーッと、最後はライナー部分の格好になりました。アマドがいなくなりました。これで1対3。1対3かよ。
これは1対3、これは小手さん、もうちょっとだいぶ黄色ランプ灯り始めました、ね、そうですね。ただ小崎も意地があるとありますからね、せめて一人はね、やってきたいって気持ちあると。スタミナはおそらくちょっと引き画面にいましたから、引いてるポジションにいましたから、はい、スタミナはまだおそらく残ってるでしょうけれども、どうやって戦いますか。難しいですね。これフェンス越えではダメなんですよ。ですオーバーザトップはつまりないですから、はい、おそらくですね、尾崎はですね、下で負けたものをですね使うでしょうね、ロープサイドですね。なるほどなるほど、攻めててそういう感じでしょうね。使いそうで、いかにもその尾崎らしい作戦のようです、はい、それじゃなかったら勝ち目はないです、ですね、はい、もう試合開始前にその辺は言い含ませているかもしれません。おお、20周年記念試合、自らこの尾崎を倒して勝利をつかもうという、そんな表情にも見て取れます。デビル正美、シングルマッチに一転しました。1対1でもしんどい相手ですよね。おお、髪の毛で飛ばしました今。引っ張られてるんですけどね、タイミングなんですよね、これもね、はい、おお、ジャンプする普通、おお、一人しかいません、誰も助けにやってくれません。さあ、佐野村、元気いっぱい、ぐるぐるって、おお、かわされた。尾崎は、その他の2人に攻撃を加えておきます。ああ、捕まった、捕まった。ああ、満を持して、余裕たっぷりのぐるぐるが来ました。佐野村にも声援が飛んでいます。戻ってくる佐野村に、カウンターを狙っていったんですが、それは捕まりました。代わりに手の膝。30分経過。うるさい膝を持っていきまして、おーっと後ろに足が、長屋の足が待っておりました。さあ、デビルと里村の合体スーツバトン、これは一体かわした。あ、裏剣、満を持しての裏剣、おーっとラリアット、これはおしまいか、ここで終わりか。里村にボールを取らせます。30分が経過しました。時間はたっぷり残ってるんですけど、小泉アカデミーに選手は全然残っておりません。一人だけカウンターでエルボー、お、一人でも、あ、ね、ちょっと里村が迎えに来ました。お、里村がなだれしろ、お、ここで初めて来ました、なだれしろ、正式111です。ここで決まってしまうんでしょうか。頑張れよな、おとぎ小沢アカデミーも、ここまでか。大将がギブアップしてしまうのか。おお、今年は来ませんね、助っ人には。いや、ってことはレフリーがですね、レフリーがもう近くにいますからね、はい、入れないっていうことは近くになったんですよ、ブラインドだったらいいんでしょうね。ああ、なるほど、さすがに入っていくのにも、はい、やはり堂々とはいけないという、はい、ところですね。川崎さんも睨みを利かしながらのレフリーになっています。そうですね、おっとバックボローバックフロー、裏剣が入りました。おっと、行きました、オーザーアカデミーの行き通り。おお、うまいうまいうまい、そうだそうだ、おっと、デスマレーだ、やべ、デスマレーボールで、おー、サーブル、あ、危ない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 。今いいタイミングで残っているオーザーアカデミーがこの大昇格の2人を抑え込みに行ったんですけれども、逆に里村がデスマレーボム、尾崎がちょっとやられかけています。さあ、里村に、これある意味でこの大昇格の2人が若い里村にチャンスを与えているというところも小手さん、ありましょうね。それもあります。おーと、ようやくバルテンヒット、よし、ケンがヒットしました。お二人も思わずあのハンガンビーチと言いますか、少ない方に行っちゃいますよね。そうですね。よし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 、佐藤村が退場、32分10秒、佐藤村が退場、佐藤村が退場しました。イラミの今のはピラミッドドライバーになりますか。そうですね、ドライバーで決めています。おお、さあ、長与は今度は相手をするようです。おお、テキーラサンライズだ、テキーラサンライズ、相手のお箱を18番を取って起きて破りのテキーラサンライズか。いやいやいや、なんだスーパーフリックか、パワーボムか。おっ、これは不良、うまく体勢をバランスを崩しました。裏に回り込んでスリーパーか、スリーパーか、スリーパーだ、スリーパーに行っています。
デビルは違う相手をうーっと絡まれていたんですけれども、かかと落とし、一人で頑張りますね、これスイーパー、これで何人もの相手を落としてきました。スイーパーです、長代のスイーパー強烈。スリーパーともいろいろありますからね、はいはい、今少し体重乗せてるんでしょう、それでもあったらです、ね、相手の体を伸ばしちゃうと2通りあるわけですね。あ、ただ他にもあるんですよ、こういう風にしてうつ伏せしてしまったらですね、はいはいはい、体重を乗せてしまうでしょう、相手が背を伸ばしてるんでしょう、だ自分も背を伸ばして体重を乗せればもう効果大ですね。なるほどね、もうちょっとあとあとあと、あロープロープロー届きました、頑張れ。その場からの2位、さあデビルに最後は花を持たそうという、この2人相手にするんだもんね、坂谷隊長先生も心配してるでしょ今。あ、そうでしょうね、坂谷さんはよくご覧になってるようですか。これが今のですね、2通りの1つですね、体を伸ばしてしまうんですね、はい、これで決まりか。あ、長代が今入ってこようとするもう止めています。今ようやくカットに入りました。おお、天野は宮口も来た、宮口は天野を止めようとしています。ちょっと尾崎は一人置かれています。尾崎の手が、尾崎をとにかくギブアップあるいはフォールしなければいけません。ダイヤの総大将長代千草、今打ち始めましたね。ああ、はまった。ああ、ドラケンで。長代が止まりました。そして今度はデビル狙いだ。どうするどうするどうする。狙いはデビルだ。デビルです。長代は今袋叩き。35分経過。長代は放送席の前で袋叩きです。そして残ってる尾崎は呼吸を整えて。やはり天野が小手さん、やっぱりこう天野がね、助っ人に来てますね。そうですね。さあ、フラケン。もう一発。もうパンチの往復、もう、うわー、これは穏やかじゃない、いや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 、今長い内草がリンチにやってます。すごい、あーとっとっと、今ここ出るまで裏剣を食ってますね、いや今こっちよりあっちでした、大崎大崎テギーラサンライズ、テギーラサンライズ、あーっとこの感じ、裏剣の逆襲がありました。そしてこちらでは長い伸びてます、伸びてる、いや試合の権利はこちらです。ダブルアームからスマイスだ、おーといい体勢、潜在一軍取った、あーいやーご祝儀が、博士ご祝儀、まさかこれはデビュー20周年がこういうことがあんだな、ね、え試合ですから想像できなかったな。ということは小手さん残ってるのは今、はい、こう今長いです、ね、うん、長い袋叩きにあったばかり、袋叩きですよ、ここちょうどダメージありますよね、これダメージの程度はあの小手さんどうですか、イーブンと見ていいですかね、どこでしょうね、どっこい、はい、ただ正直言ってあの尾崎有利ですね、というのは、はい、ということで、あのやっぱりデビルをやっつけたでしょ、それがありますよね、はい、そしてオズアカデミーのこのほら出てきちゃいけない人が、このね、これスイープの形だ、やっぱり使うでしょ、飛び道具がありますからね、オズアカデミーなんとなんと悪の花園の花たちが飛び交ってみます。担ぎ屋、おーとこのままランニングスリーか、おーデビル出るか出るか出るか、おー合体しろ、合体のランニングスリーだー、迫力満点のランニングスリー、このまま決まってしまいそう、あっ、おお、肩入った、カウント2です、2でしょ、2、2、2、2、川崎レフリーの指が2本上がっています、カウントは2 今レフリーデビルを捕まえとけというファッカーのヤジが飛んでます。さあこれはどうだ、おー、フライングにいるキック空振り、裏剣、ちぐさの顔が歪んだ、裏剣はちぐさの裏剣ギャラビー、テキーラーサンライズ、入った、入りました、カウントは2、カウントは2、ここはぜひ1対1でね勝負をつけていただきたい、おー、これはダッキングでかわした、担ぎ上げてエアペンから、おー、通した、このままカウントだ、おー、カウントは2、カウントは2、
外も場外も大変ですね。ですよね。どっちも見たいという感じですけども。動乱だよもう。動乱、まさに本当にそんな動乱、イリミネーション、4対4。もうさあ、スイング DDT。スイング DDT から尾崎が復活したぞ。わあ、担ぎ上げられてしまいました。ランニングスリー。カウントは、おお。すごいね。いや本当にすごいという言葉が当てはまりますね。すごい。それ以外の言葉はどんな言葉がありましょう。これはスーパーフリックか、スーパーフリックだ。これで終わりか、どうだ。ああ、終わった、終わった。スーパーフリック長谷川さん連勝勝ち。いや、めくるめく横浜の翼、イリミネーションマッチはスーパーフリーク、38分53秒。小鉄さん、今のはしかし最後の最後まですごかったですね。そうですね、あの尾崎はよく前線しましたね、やっぱり体力的にはね絶対不利ですからね、負けたやつを使う意味がないわけですね。なるほどね。まあコンビネーションで対抗していった小沢アカデミーですが、このデビル軍団に敗れています。最後しかしホールを決めたのは、勝ちを取ったのは長代千草でありました。浅草キッドのお二人がお客様ですけども、いかがでしたこの試合。いや、もうこんなに面白いと思わなかった、20分過ぎてからね、ガゼンなんかヒートアップしましたね。良かったです、良かったです。デビルさん途中でねちょっと目負けちゃったんですけども、チーム勝ってね、良かった良かった。本当にね、ご祝儀はなかったですけど、ああちょっと来ましょう、はい、たくさんプレゼントありがとう。すっげー嬉しかった。あんたとはタッグやりたいと思ってたけど、シングルもやりたいね、やっぱね。天野、てめえもだ、長島も佐藤もお前もだ。私今小沢アカデミーすっげー興味津々だから、やろうぜ。このおばあちゃんの相手してくれ。お茶目、どうですか感想を今の。いや素晴らしいですね。もう見事にまとめてこっちまでつけました。さて、まあこれで全試合が横浜では終了したんですが、横浜の締めくくりとして小鉄さん、どういった感想でしょう。そうですね、最後の試合はですね、体力あるですね長井とデビル、まあ、それにですね、まあ、勝ったという感じがあるんですけど、尾崎がよく前線したってことありますね、はい、それと同時にですね、このイルミネーションですね、はい、なかなかいい試合だったんですね。そうですね、はい、お二方どんな印象でしょうか。もちろん、デビル馬さみち、ね、選手の存在感ね、はい、本当にもう小沢アカデミーでいうと赤色に染まるんですけど、一人だけでもうブラックホールですよ ね、 本当にね、赤を吸収しちゃうんですよ。あ、なるほどね。でもまだまだジャガー選手のタックとかいろいろありますからね、これから ね、 楽しみだな。本当そうですね、おめでとうございます。でも、まあ、20年おめでとうございます。いや本当に20年っていうのね、締めくくる、これはパート1なんですけれども、そうですね、本当に今日は楽しいお話どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また是非 JWB の中継、はいはいはい、遊びに来てください。本当に呼んでください。わかりました、今日は本当にどうもありがとうございました。ということで横浜の夜はとりあえずここでピリオドでございます。デビル雅美20周年記念、この後パート2をそれではご覧いただきたいと思います。初めてイルミネーションマッチでデビルさんの20周年でこういうメンバーに入って、すごい幸せだったのと、あとすごいチャンスっていうのだったんですけど、一番最初に負けたのがすごい悔しいです。自分もデビル選手や長谷選手にも
絶対にそういう風にそうレスラーになりたいです。生まれてなかったんだって、まだデビューさんがレスラーになった時。身にも他人もなってなかった。実は言うと娘なんですよ。あんまり真剣に考えすぎない方がいいよ。そうすると長く続かないから、楽な気分で、まあ、やることはやって、あとは楽な気分でやった方が長く続けられると思うから、そういう感じでやってってほしい。だから今の才能を自分自身で潰さないでほしい。JD の重鎮ジャガー横田は女子プロレス界では唯一のデビル正美の先輩。ジャガーもデビルの活躍に触発されて現役復帰を果たした一人だ。おはようございます。今日お願いします。年齢は2人合わせてなんと70歳。女子プロレス界の生き字引とも言うべき2人がこの日13年ぶりに伝説の女帝タッグを復活させる。緊張しちゃってさって言ってさ来てさ、20年のキャリアの人間が緊張するのってやるだけど、これまた勝手違うんだよね。このさ若さがない分さ、顔の張ったりでいくしかないもんね。いや関西の力をどうぞ試してやってください。いや関西立派だからよろしく。立派だから言うの。じゃあ後でもって作戦会議してください。あの現役として引っ張ってこの世界を引っ張ってきたのは彼女だと思いますから、そういう部分ではあのこうやっぱ一目も置いてますし、あの私のできなかったことをしてきてくれましたから、あの尊敬してますね。まあ良さは、まあ、ベテランの良さでしょうから、そういったものがうまくデビルとの、 あのうまくドッキングできればいい試合はできると思いますけれど、もう見られないと思ったあのチームが時空を超えて今実現。本当ならまず始めにデビルデビルの20年の道のりを記念するこの試合、それを飾るにふさわしいパートナージャガー横田、女子プロ界で唯一デビルの先輩であります。テクニックと闘志で来るものを圧倒します。その迫力は未だ JD マットで健在です。さあジャガー横田が入場してまいります。あ、小手さんよく入りましたね。はい、入りましたね、まあ、それと僕もですね、久しぶりにですね、ジャガー横田の試合を見るんでね、はい、ちょっと楽しみにしてます。まあテクニック、それからこの表情、投手ではね、右手でもいませんからね。まあ、ありますよ。さあ今日はデビルと組んでどんなファイトを展開してくれるでしょうか。ジャガー横田、今リング内に入りました。右の拳を突き上げます、ジャガー横田。久しぶりにこの JD からやってまいりましたジャガーがデビルとどんなファイトを展開するか。さあ続きましてデビルのテーマが流れています。ほとんど途切れることがありませんでしたデビルの20年の歩み、山あり谷ありの20年。しかしデビルのその巨大な存在感は失われることなく常にリング上にありました。 JWP の守護神は常に周囲の人々の心を捉えて離しません。やってまいりますデビル正美。まあ、この人のキャリアというのはほんの少しあのブランクあるんですけども、ほとんど20年そのまんまですからね。そうですね、息が長いって言いますかね、頑張ってるっていう、それからまたですね、大きな怪我もしなかったっていうね。そうですね、まあこの恵まれた体格、これを生かして迫力満点のファイトをここまで展開してまいりましたデビル正美。先輩のジャガーから花束の贈呈です。まあ1年ではありますが、先輩は先輩、1年違うとねこの世界は全然違いますからね。そうですね、横浜の試合でシングル対決を果たしました2人が今日はタッグを組みます。
関西とキャンディ、相手チームはデビルとジャガーです。キャリアでは全く及びませんが、若さと勢いで合わせて70歳コンビに向かっていきます。関西そしてキャンディ、まもなくその姿を現します。まあ、ジャガーとデビル年齢を足すと、まあ、女性ですけれども70歳になっちゃうんですね。でも男子の方から比べるとですね、はい、タッグで70歳というのは、ね、逆に言ったら一番脂が乗り切ってるっていう感じですよね、はいはいはい、男性の方を足しますと100歳超えてしまう組もね、中には出てきますからね、はい、さあ関西とキャンディーを合わせて49歳ということになります。お待たせいたしました。本日のポイントの話、チェーンドバルビーコーナーゲームスペシャル、デビューの方にプロレスデビュー20周年記念試合アクト2タッグマッチ60分の勝負を行います。今回はチェーン123番のジャガー横田、ジェニーからデビューの先輩ジャガーが参戦してまいりました。チェーンドバルビー170番のデビュー、プロレスデビュー20周年記念試合です。デビル雅美、過去が138番のキャンディー奥津、引退も近いキャンディー奥津、188番のダイナマイト関西、現在は無冠の帝王です、ダイナマイト関西。まあしかし20周年記念、それをまあ祝うこの試合でありますが、いい顔ぶれですよね。そうですね、ふさわしいですね、どういった展開を小手さん期待しますか。そうですね、関西のですね、蹴りジャガーも最近食らってないと思うんですよね、そういう点でやっぱりどのぐらい、ね、耐えられるか、はい、そこら辺とかちょっと見ものだと思いますね、ジャガー横田、そのテクニック、あるいは先ほどから言っているようにその闘志、それは素晴らしい。あれ、両者ともこれエプロン出てしまいました。これ先を譲り切ってるっていう感じですね、ですね、はい、これはどうでしょう、ジャガーが行きそうです。先輩を立てましたデビル雅美、ああようやく入りました。ジェディのジャガー横田が先に行きます。さあこちらはキャンディーのようです。ジャガーですね、関西に出なさいって言ってますけど、さあまずはキャンディー横田を先に出しました。横から入っていきます、キャンディーロープに振りました。ジャガー戻ってくる。あっとこの辺の動きはジャガーのボラです。体を預けていきました。カウントは1、水面蹴り、そしてどうするんでしょうか、コーナーに振りました。キャンディーの動きはいいぞ、ダイビングボディープレス、この辺はすぐにブリッジで返します。あっとムーンサルト、低いムーンサルトですが的確です。ジャガー横田早くも、さあデビルが出てまいりました。ジャガーデビルの連携です。デビルは早くもパワーボムでしょうか、パワーボムです、投げつけデビル雅美、これは今日はもうスタートからエンジン全開です。さあ早くもトップロープに上がりました。関西が黙ってありません。関西が来るが、その前に飛びました。あっと自爆です。この大きな技なかなか決まりませんが迫力いっぱいです。スワンダイブのボディアタック、このプレスに行きます。今日はこの4人全開のようですね。そうですね、お互いに負けるもんかというエリアの気迫が出てますね。ですね、はい、ありがとう。おっとこれは相打ちになりましたが、どちらかというと関西のダメージが大きいか。いや関西もデビルを首のあたりもらいました。もう一発いきます。ジャガーを落としました。関西、関西が27歳でキャンディーが22歳です。まあ、どうせですかね、あまり年のことは言いたくないですね。そうですね、でもアメリカなんかですね、男子の方ですね、親子でやってるっていうのいますからね。はいはいはい、ブランチャー、フレッドカリーなんて、ね、親子でと、ねですね、合わせたら大変ですからね、まあ、インタビューでも言ってみましたが、はい、デビルのですね、もう、まあ、娘さんと言ってもおかしくない若い子がいっぱい出てきてると、はい、そうですね、まあ、子供というのはオーバーかもしれませんが、現在35歳ですから言ってもおかしくはないわけです。さあ、ラリアット場外で関西エーテルラリアット、まあ、そんな女帝2人がかつて、今現在はデビル雅美女帝、女帝と言われていますが、元はジャガー横太郎も女帝と言われまして、そうですね、2人で女帝タッグというのを組んでました。まあこの世界
頂点に立ちますとどうしても女帝という言葉がねつきますよね。そうですね。さあジャガーがトップスフットサップ、綺麗に決まりました。さあこちらは重いぞ、デビルフットサップです。あーっと関西悶絶の表情です。デビルが、いやジャガーがカウントを取りに来ました。カバーに来ましたがカウントは2です。まあジャガーもですね、赤いベルトを巻いたことがあるわけですけれども、159センチと歴代のあのチャンピオンの中では小柄なんですよね。そうですね、まあ、一番近いかでしょうね。ですね、2番目ぐらいですかね。ですね、はい、さあ万事固めです。これも得意のジャガーの攻撃です。いろいろなこうジャガー式の技を持っていますが、やはりこの辺は軽さゆえのこういった関西の動きでしょうか。振りほどきました。さあキャンディーはすでに待っています。ミサイルキック、関西に先日はやられましたけれども、まあその関西と今日はタッグを組むことによりまして、キャンディーのいい動きをいかんなく発揮しようというところです。ジャガーのですね、指導してますね、はい、選手に教えてるのを、ちょっと見たんですけど、ね、はい、なかなか教え方もうまいしですね、理論的に教えますけど教えてまして、ね、はい、自分自らですね体を張って教えてますからね、なかなかそういう点ではね、いい選手は育つと思いますよ。ああそうですか、はい、まあ、数々の名選手をこのジャガーは生んでいます。あの先日引退しました工藤恵あたりもね、そうですね、はい、教わった一人だということです。腕を攻めていきます。アンブリーカーか、ぐーっと左の肩に回していきました。これで一発ガツンと持っていきます。デビルマサミ、長代千草あたりがですね、このデビル、まあ今このお客さんを沸かすことにおきましては日本一だろうということを言っています。女子の中では他に出てくるものがいないんじゃないかと、ここまで言ってますからね。うまさはありますね、まあ、沸かすというのはちょっと当てはまってないかもしれません。引きつけると言いましょうかね、お客さんの目を。そうですね、それだけですね、逆に試合をですね全部分かってるわけですね、相手がどういうふうにしたらね、こういうふうに攻め方、それからお客がどういうことを今の望んでるか、そういうことが逆にできるわけですね。ですよね、精神的にも余裕があるっていうことですね、おそらく。はい、そしてなるほどなと思ったのは、大きな会場を沸かす選手はいる、だけども小さな、それこそ地方の体育館へ行って沸かす選手はこの人しかいないよと、そこを行ってもやることができると、はい、さあリングはジャガーと、そしてキャンディーに変わっていますが、さあこれは切れるか、まだ切れません。懸命にこのクラッチをつないだままにしておこうというキャンディーオクスです。今オクスが蹴ろうとしますね、蹴らないとですね、蹴ると同時に引っ張らないと、はい、取れませんね。あっと今切れました。さあジャガー腕式逆十字ですが縦になってしまいました。これはほどけています。足が届きました。ロープです。キャンディーも8月17日に引退が決定しています。場所はここ後楽園ホール。足を決めておいて、さあこのままホールドに行きます。カウントは2。最近よく見せていますジャパニーズクラッチ。さあキャンディーに変わりまして、ダイナマイト関西の登場です。関西がデビューしたのが昭和61年です。ジャガーのデビューが昭和52年。随分と開きがあります。9年の差があります。私さんがこの世界で9年というと、そうですね、まあ随分違うってことになりますね。違いますね、もう一昔以上になってしまいますね、はい、デビルはそのこのジャガーに遅れること、まあおよそ1年と言いましょうか、53年8月です。おっと、さあ久々のこのキックです。今ですねジャガー耐えてるんですね、崩したらね、もう引っ掛けてしまいますよ。でしょうね、私はまだ元気ですよと見せてるわけですね、はい、あその辺ジャガーの意地、はいはい、プライドでしょう。レンバスター、このジャガーは先ほどから話しているようにコーチをしていた時期がありまして、大体まあおよそ9年間の現役からのブランクがあります。まあしかし東京ドームで1年9ヶ月ぶりの現役カムバック、かつてのヒーローたち、ヒロインたちが集まった試合がありましたけれども、はい、そこでかなりの選手が現役復帰に踏み切ってるんですよね。バイソンもそうですし、ライオネス・アスカもそうですし。そうですね、まあ、それと彼女の場合ですね、はい、コーチに教えてましたよね、自分も一緒だってですね、体を動かしてましたからね、現役を退いたっていう感じでもですね、ほとんどもう現役と体がないのね、体作りをしてましたから。そうですね、はい、
さあ揺さぶります。スコーピオンデスロックを揺さぶります。重たい関西を乗せまして普通の表情、なんとかロープへ逃げようというジャガーですが、キャンディーも加わってきました。あ、キャンディーに任せました。さあローキックが飛ぶのか。関西が一応先輩です。合図しておいて、この前に来ました。おっとキャンディーが飛ばされた。胸板にバシッと一発決まりましたが、これは返します。この辺りで参るジャガー横田ではありません。スリーパーを決めていきます。思い切り暴れまくります。昭和52年6月28日相手は高橋真由美、相手にデビューしましたジャガー横田。数々のベルトを手に入れていますこのジャガーです。前場が持っています、はい、全日本ジュニアの初代の王者なんですねこの人。あ、そうですか。まあ、それから数々の選手がその後確かライオネス・アスカだったんじゃないかなという記憶がありますが、ですから、まあ、前場のそういったベルトの歴史というのはかなり最初の方にこの人の名前があるんですよね。まあ、しかしこれだけのベテランとは思えないようなその現役当時のスタイルを保ってますし動きを見せています。はい、結果対見固めキャンディ。まあそれに年齢で言いますとこの人22歳ですから、普通はもうやめていくのかなと。まあ腰がね悪いからしょうがないんですけれども、ね、残念な気もします。はい、言葉のやり取りもあります。関西がじっと見つめています。あ、ちょっとコメントがはっきりと聞き取れないんですが、だんだんとこう観客のボルテージも徐々に上がってきたようです。さあデビルが出てきます。デビルもう一発。デビルまさにプロレスデビュー20周年記念試合アクト2 Now and Then スペシャルタッグマッチをお送りしています。一回ロープに反動をつけて振ります。戻ってくるラリアット、ボディアタックのようなラリアット。さあこれからもう一発ジャンボスープレックスです。迫力満点の技が飛び出していきます。関西を一回離しておいて、さあこれからキャンディーを片付けようかという感じでしょうか。はい、足を取りに行きます。裏返しにしておいて、あ、これは立石さん、釣り天井でしょう。ロメロスペシャル、こっちに行きます、井上京子がやるようなダンスを一つ見せて、さあ釣り天井です。体重差があればあるほどこれ効きそうですね。そうです。軽くデビル値ですと、まあ、どの選手も持ち上げることができるんでしょうが、反動を使われて一気にいってましょう、まあ、そこらのところ力の差ですかね、力があるってことですね。あ、なるほどね。さあそして今度は頸動脈ですね、これ。そうです、コブラクローです。あーとか、この辺のストマックのあたり、いや、もうちょっとその下あたりか。これはきついところにキャップ、トーキックを持っていきます。ジャガー横田、これ腰が、キャンディーはもう腰が原因でやめようとしている選手ですから、これ腰に来るんでしょうね。頑張りますよね。デビルとジャガー、まあ小手さんはこの両者ともずっと昔から見てると思いますが、はい、どうですか、比べてどういった違いがありますか。そうですね、ジャガーですね、はい、もっともっとですね、なんていうんですかね、細かい技ですかね、そういうのを繰り出したと思うんですよね、はい、でもやっぱりこうプロレスもですね、時代の流れによってですね、どんどん変わってきましたね。空中殺法が多くなったとかいろいろ出てきますね、それに今対応してるって感じですね。先ほどのジャガー式のパイルドライバーから今度はバックドロップ、垂直式に落としていきました。泣き顔のような感じになってきましたキャンディーオークス。これから一戦一戦が非常に大切な試合になっていきます。あ、これから抱え込んでパイルドライバー、これもジャガーシー、こういったちょっとずつのアレンジなんですが、すべて一つ一つの技をジャガー式という感じで持って、はい、アレンジして持っていきます。危ないだろうというような感じでダイナマイト関西を持ってきます。出てきました、今の技なので、本来のジャガーの姿ですね。あ、こういった細かい技をかつてはもっともっと見せた、そしていつの間にかこう自分のペースに持っていって勝利してしまうという感じですよね、はい、さあ合体します。スープラトンの攻撃、ショルダーアタック、これには関西もたまりません。
デビルが出てきます。デビルはもともとこういった大技もセンス得意の選手だったんですか。お、ハンディがいいタイミングで入ってきました。ジャーマン、そしてそこに関西得意のラリアット、息が止まるようなラリアットです。さあ関西が一発お客さん、今日はよく入りました。そのお客さんに向かってアピール、おっと相打ちか、おっとミサイルを飛ばしました。肩の後ろ肩甲骨のあたりにヒットしました。関西はこのあたりは大丈夫です。おっとしかしこれは止まりません。頭から墜落していきました。カウントはワンかツーか。さあ今度はまた合体します。あーっと誤爆、同士打ちになってしまいました。ベテラン2人、70歳連随にキックを放しました。この間に関西が立ち上がっています。159センチ、51キロの、おっとドラゴンスクリュー、あらゆる技をマスターしています。ジャガー横田、この人にもうちょっと体重があったなというね気もしますけれども。そうですね、それでもそうです、あと5キロまでは大丈夫でしょうけど、それ以上になってしまうと、はい、やっぱりレスリングの技とかそういういろんな面で変わってきますね。あー、なるほどね、はい、逆に体重があったらその 3WA かつて輝かしい歴史をこう展開してきたわけですけども、そういったものがなかったかもしれませんね。わかりませんけどね、このままジャーマンです。これもジャガー式、これあれ膝抱え込んでましたけども抱えますね、これフィッシャーだったら後ろから持ちますね、はいはい、ちょっと違うんですね。あ、面白いですね。でもね、ジャガーらしいですね、はい、ああいったことによって相手の動きを封じ込める。ただ今のバックドロップはどうでしょうかね、はい、受け身は取りにくいでしょうねきっと。ああの相手バランス悪くて、悪い片足取られてますから。なるほどね、はい、あとキャンディーはどうも自分のペースに持っていくことができません。今も回転エビ固めでしょうか、かけようとしたんですが叩き落とされてしまいました。大きく振ってバックを取りました。かつてはヒールとして鳴らしたこともありますこのデビルマサビ、現在はそれこそ JWP の後ろに引きまして JWP の守護神として要所を締めてきます。低いところでヒットしました。ミサイル、スリーライフ型のミサイルです。ちょっとキャンディもどっかを痛めたかもしれませんがカウントは2です。体重を抑えてしまうのか、はい、パワーに抑えてしまっているんですね。ちょっと腰痛のあたりからまた動きが止まったか。胸板に一発キック、正面蹴りをもらえてしまいました。さあデビルはまたパワーボム、今度はあ、いやいやいや後ろに投げ飛ばしました。ジャンボスープレックス、それを利用しましてタッチ、関西が出てきます。デビルの熱い胸板に一発キック、ロックから戻ってくるラリアットはまた相打ち。タイミングどうしてもお互いによく知ってる2人です。タイミングがどうしても合ってしまいます。さあジャガーです。ジャガーもおっとっとエビ固めになりました。かつてあの昭和58年に川崎市体育館でラ・ギャラクティカとの初 の, あのマスカラ・コントラ・カメジャラというあの紙切りマッチをありましたね。それから紙切りかあるいはマスク入りかという戦いだったんですが、負けてしまいまして坊主になったことありましたよね。そうそう、確かに髪を切りましたね、まあ、長谷千草も丸坊主になったことありましたけれども、そういった経験を経ています。最近のプロレスファンはそういったことを覚えてないファンもいらっしゃるかと思いますけれども、まあこの長い髪のジャガーがボスになるのもちょっと想像できないですよね。右足を振り上げていきます。あの男子はよくたまに見られますけれども、はい、あの女子がね髪の毛を切るっていうのはこれはかなりの覚悟をいるわけでしょうね。おそらくね想像できませんけども、カウントが入ります。小手さんの場合はあのこの試合はできませんね。そうですね、髪を生やすって言いますね。投げたらなるほど、あーと、はい、今滑ったんですよ、しかし相手を墜落させました。キャンディはそしてジャガーを追いかけ、いやいやいや、デビルを追いかけていきました。ジャガーはハイジャックバックブリーカーです。さあこのままスプラッシュマウンテンでしょうか、もう早くも試合が終わってしまうのか。カウント入ります。デビルがカットに入りました。前回の横浜の試合があのデビルが途中で試合最後まで参加することができませんで、そうですよね、やってしまいましたよね、はい、
長屋と最後はデビル、いやいや尾崎の一騎打ちという形になってしまいました、はい、これは何としてもパート2アクト2ですからデビル正美そのデビュー20周年を自ら飾りたいところでしょう。キャンディーはダイビングボディアタックは跳ね返されました。この辺はローカイのところがあります。ジャガー横田簡単に受けません。すごい、はい、腰を2つ買うんですよね。相手北星やってしまったんですよね。北星もさあ連続したジャーマンです。連続していきます。このジャーマンもちょっと低いですよね。やっぱりね腰ちょっと痛いのかもしれません。まあ、もうそれには足りないからやっぱ腰が悪いから、あの奥津はよく流れ式のノーザンライトスープレックス放つんですけども、はい、あれマットの上でやんないんですよね。なんでですかって聞いたら腰が痛くて腰に負担がかかりすぎるんでマット上ではちょっと控えてるんですという、あの答えをもらったことがあります。ああなるほどなという、やはりその腰の痛みを隠しながらの試合が続いていたわけです。あこれは読まれていました。ジャガーさあキャンディーは力を振り絞って上がっていきます。いやいやいやデビルが来ました。エプロンからデビルハイキック、さあ押さえつけられています。ジャガーが迎えに来ました。ジャガーがダダル式のブレンバスターかバックドロップです。うわーっと急降下1回でしたしまいましたね。首から落ちていきました。関西がカットに入っています。あちょっと意識がないか、意識がないのか、意識を飛ばしたかもしれません。関西はデビルが抱え込んでいます。いやいやいや大丈夫です。さあカンディをまた捉えます。ボディスラム、今の体重をもっとしょったら完全にアウトですね。あ、はい、さあデビルがフットスタンプ、これはもらいたくない。関西がようやくカットに入ってきました。バックを取ります。ジャガー、あーっとまた小バックです。さあ関西ハイキック、右ダブルで持っていきました。そしてローキック、奥津にここは譲ります。奥津に試合の権利があります。関西もこの間の横浜の試合といい今回のこの後楽園といいきつい試合が続いています。まあ、これが引退していくものへの歯向けでもありますからね。そうですね、プロレス流のオートカウンターをもらってしまいましたが、これもきつい歯向けです。さあこれどうでしょう、これは決まりません。20分が経過しました。後楽園ホール、デビル正美の20周年を祝おうということで多くのファンが詰めかけています。さあもう一発いきます。1回連続していきます。さあ向こうは向こうでやり合っていますが、関西が関西が割って入る。お逆にカウントで、カンディがカウント2まで行きました。さあデビルの表情が変わっています。行きましたライガーボム、カウント、あカウントは2です。よく返しました。さあデビルがと言いました。あこちらは関西が受けないようにされています。さあタイガー予告、タイガードライバーかなり急角度で入りました。カウント3です。予告次のタイガードライバーでフィニッシュを飾りました。デビルマサミがキャンディーを捉えています。21分19秒、最後はタイガードライバーからのエビ固め。これで前回横浜文化体育館で飾ることができませんでした、勝利を飾ることができました、デビル。いやしかしジャガー横田を迎えまして、ジャガーは発言ではもうデビルさんが先行ってくださいと、私は後ろに控えますからというようなことを言ってたんですが、その通りフォローに回ったようですね今日はね。しかしでも随所でいいところ見せてくれましたね。さすがというところを見せてくれましたジャガー横田。そして自分の20周年を自ら飾ることができましたデビル正美。ダイナマイト関西、キャンディー奥津組を知り解けています。今日はしかしよく入りました後楽園ホール。その中でこの足して70歳の女帝コンビが復活したわけであります。
まあ、こういった人たちがこれから女子プロレスをまだまだ支えていってほしいですね、カメラね、こう。そうですね、それとどんどんどんですね、甲子園の指導にあたっていい選手をですね、生み出してほしいっていう感じあります。本当にそうですね、はい、特にこの2人は教えるの上手いですからね。上手いですね、さあ、これからの期待が、活躍が期待されますデビル・マサミ、そしてパートナージャガー横田でありました。でも何年経っても可愛いですね、やっぱ後輩は。そんな気がしました。なんか可愛いと思いました。嬉しいですよ。こう、今ほら後輩って言ってくれるのはリンちゃんだけだから。そうだね。やっぱ何年経っても大きな体の後輩で、昔から私の胸に泣くときは大きな体を小さくしてここで泣きましたから。これからも本当にあなたの姿を見て、また私も改めて女子プロ界発展のために頑張っていきたいので、またよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今日。ありがとうございました。自分の同期で20周年経って一緒にやれる選手がいるかと思ったんですよ。リングで今日、ふと思ったんですよね。いないなと思って、すごくなんかいいパートナーだなと思った。すごいなと。伊達にババアをババにしちゃいけないなと思いましたね。今年3月、惜しまれつつ引退した八木ひろみこと八木沼ひろみさんが6月1日、人生のタッグパートナー剛さんとめでたくゴールイン。末永くお幸せに。ワウワウと JWP から素敵なプレゼントのお知らせです。スコラより発売の私の超過激な写真集デスヌーダを5名様にプレゼントします。はがきに住所、氏名、年齢と番組に対する感想、ご意見をお書き添えの上、ご覧の宛先まで応募ご応募ください。ぜひ私たちの試合も見に来てくださいね。写真集も買ってね。あ、声でっかい。ところで尾崎さん、例のインターネットノベル、メロー街道さすらいの悪役、オズマッキーが行く、話題沸騰ですよ。どれもあれだろ。6月1日から大賞が始まったんだよ。主役のオズの人、なかなかリアルだろ。もうチェックしたか。もちろんですよ。自分もクズレイコで出てるんですよ。情けねえ名前だな。でも第1章、むちゃくちゃいいところで続くになっちゃいましたよね。そこがミソなんだよ。その続きのストーリーは読者からも募集してるんだぜ。詳しくはこのアドレスにアクセスしてくれ。パソコン買ってでも読むんだぞ。分かったか。はい。次回の JWP 女子プロレスは J-HOT シャワー97は7月26日午後6時より放送。パンダは村に幸運を呼ぶって言ってる。登機、马上就要登机。名前何がいい？